2021年春、私は念願の警察官になり、渋谷署に配属された。でもその3日後、スクランブル交差点でモンスターに襲われて重傷、死にかけた。これはその時に見た風景だ。この杖を掴んだらどうなるのだろう。死ぬのだろうか。元の人生に戻れるのだろうか。私はまだ何者でもなかったから、生き延びる方にかけた。目覚めた時、私は魔法使いになっていた。臨死体験の後に魔力を得た者はレプリカと呼ばれる。模造品、複製と見下されることもあるけど、私は気にしない。使える魔法は本物だから。俺は14の冬に生死の境をさまよい、そして魔法を手に入れた。ここ渋谷区の夜間人口は約22万人。そのうち魔法使いは何人だろう。1000人、200人、かなり少ないはずだ。組織に属さない俺たち野良魔法使いはある意味狩りの獲物。人混みに紛れ、息を潜めてひっそり生きている。身を滅ぼしかねない自己顕示欲に手を焼きながら。5月10日金曜のやれを行う。まずは担当地区から。米倉班、センター街警ら、金見班、駅周辺街警ら、野々山班、宮下パーク警ら、美濃部班、スクランブル交差点警ら、白崎班、道玄坂工事警ら。白崎班長は殉職されました。では西島、お前が班長代行だ。はっ。メア松岡、今日は西島班に入る。メア松岡、了解。次、栗山班、スペイン坂ケール、綿貫班、渋地下ケール。誰が死のうと、私たちの夜はこうして始まる。今日は連休明け、最初の週末だ。街はアンワイズドン、湿気、紳士淑女で溢れるだろうが、怪我はさせるなよ。連中、かすり傷一つでモンスタークレーマーに変身だ。スリルが欲しくて渋谷に来るくせにな。では出撃。西島。はい。班長が殺されたばかりで動揺もあるだろう。チュートリアルで行動の基本を確認したらどうだ。ああ、いいかも。意外と落ち着くよ。西島。手加減しませんよ。やっ。ああ。
手加減しませんよ。ああ。手加減しませんよ。手加減しませんよ。手加減しませんよ。行くぞ。はい。行くぞ。ほら。はい。行くぞ。ほら。行くぞ。手加減しませんよ。行くぞ。
敵を完全に制圧。なあ、マジックエンフォースメントアドミニステーション、通称メアは反社会的組織魔法使いギルドに対抗するために設立された。私たちは魔法機動隊に所属する、いわば政府公認の魔法使い。違法魔法行為の摘発と当事者の逮捕、 M つまりモンスターなど危険事案の排除に日々励んでいる。鵜飼さん、メア、松岡さん、道玄坂工事へ、ゴーです。西島ちゃんさ、白崎班長マジで死んじゃったの？ええ、今朝です。ダメージはなさそうだったのにな。やっぱり気力の限界かな。この頃やる気なさそうだったし。やる気のなさで死ぬなら鵜飼さんリストのトップですよ。マジか。鵜飼、西島、何でしょう？白崎さんに何があったんだ？M にやられたんです。不意打ちですね。魔法で弾き飛ばされて車両に激突、頭部を強打したように見えました。でも自分の足で本部に戻ったし、毎度のパワハラも決めてたんですけどね。あっけないもんだな。
本当に。ああ、いや、